どうも。はい、わこつ。おこましおさんいらっしゃい。今日はですね、2019年の3月の12日、3月の12日、朝の4時37分です。はい、ニニお疲れ。お疲れっす。どうも。昨日も東京の方で水害かなんか。ああ、そうなの？そうなの？なんだろう、水害って。ああ、ごましおさん、そうなんだ。関わったことあるんですね、映画。めちゃくちゃ現場見たら、大変なの分かりますよね。もう、アンチがふざけたこと言って、iPhone で映画撮れるとか、二度と言えなくなりますよね。なんか僕のアンチがよく iPhone で映画なんて撮れるとか、バカなこと言ってるけど、現場を見たことがある人は絶対そんなこと言わない。めちゃくちゃっすよね。人手が20人で最低だとか全部本当っすよね。みんな本気でクリエイティブやってますよね。だから現場を知らない人に何かを言われたくなくて、現場を知ってる人は叩いたりしないやん。もう人手っすよね、本当に。超大変っすよね。僕も映画の現場ではないんですけど、撮影現場何回か入らせてもらってて、今日も今から撮影現場入るんですけど、えぐいっすよね。笑えないっすよね。ビビる。もう本当手伝ってくれる人いっぱいいるといいな。
僕は終電後から始発までの間の駅での撮影だったんですが、時間がないので、ほぼ一発勝負で決めなきゃならないっていう感じだったので、余計に。あ、超エグいっすね。終電後から始発までの間で駅の撮影。ああ、撮り直し聞かないやつだ。えぐいやつっすね。役者さんのプレッシャーが半端ないですよね、スタッフさんと。現場ピリつきますよね、そういうの。押せるんだったらまだいいけど、なんで俳優さんが NG テイク出したとき、あんなに平謝りするのかですよね。後ろ側に何十人もいるからね。映画がスタートしたら主役はね、俳優だけど、スタッフさんが現場では主役だからね。テイク10とかテイク20とかになってくると、さすがにもう呆れるもんね。お前本読んできたのかよとか、お前やってきたのかっていう空気になるもんね。テイク重なるとね。絶対仕事来なくなるしね。テイク重なると。こいつダメだなっていう空気になるよね。しかも一回閉じると二回三回ってループしたりするんだよね。エキストラでも大変っすね。あ、エキストラ出演したんだ。えぐいっすよね。5分に10時間とかかけるからね。5分のカットに10時間とか余裕でかけたはずなんだよ。で、だったでしょ？え、こんだけしか使われないの？ってびっくりするよね。マジでっていうね。このためにこんな時間かけんのみたいな。2時間とか30分短えよとか、ショートムービーバカじゃねえの300万かけてとか言うけど、どんだけ時間かかると思ってんだよな。どんだけ大変だと思ってんだよって。関わってみないと分かんないっていうのはどの世界でもそうなのに、なんで関わってないやつが何かを言うんだっていうね。関わってないし、なんかね、最近のネットの風潮の嫌なところは、自分の経験じゃなくて他人の経験を知ったかぶる人がすごく増えた。これネットのせいだよ。誰かが書いた情報を記事を読んだりしただけで、朝も自分が苦労したかみたいに語る人が多くて、なんか、それは違うだろうっていう。それは俺嫌いなんだよね。体験で語らないとね、やっぱりね。体験は嘘をつかないし。
ネット普及によってどんどん、いや、あのね、転換期はね、これね、ごましおさん分かってくれると思うけどね、スマートフォンが普及して3年ぐらい経ったあたりだよね。要は、ディープネットっていうかさ、オタクたちがネットやってた頃、すごい環境良かった。要はね、ヤンキーに見つかったっていうか、一般人に見つかってから急激に質が悪くなったんだよね。ネットの。要は、大衆バカに見つかったんだよ。で、バカがネット便利じゃん。俺はそのタイミングだと思う。2チャンネル概略論とかもあったけど、あの基本的にどこのスレッドも和気あいあいとして楽しかったね。ニコン生もそうだよね。ね、バカが荒らすんだよ。一部にそういう人いたけどね、基本オタクの人って攻撃的じゃないから、むしろ慣れ合いをする場所だったんだよね、オタクたちが。キャッキャキャッキャ、仲いい人が、映画だったら映画、好きな人が集まって、もう傷の舐め合いじゃないけど、こうやろうよ、ああやろうよ、いい映画だね、とかこれもいいねって、今ね、もう疲れる。マウント取って、俺はすごい、俺は偉い、お前はダメだ。もうそんなのばっかりで、オタクじゃないんだよ、そういうことやるのって。オタクのマウンティングはそういうことしないから。だからもうね、はっきり言ってね、オタクの人もネット嫌になってる人多いよね。自己主張が強いっていうかね、その、俺はすごいっていう話をひたすらされてるみたいで、すごくうんざりするんだよね。あと、人の否定から入る人が多すぎる。はっきり言って、ね、全然ダメだよね、今。全然ダメ。なんかギスギスしてるっていうか、それができないんだよね。否定するなら見なきゃいいじゃんができない。嫌いっていう欲望の方が先に立ってるんだよね。強いから、嫌いっていう感情は。実はね、好きっていう感情と嫌いっていう感情は、関心と無関心で言うと関心の部類に入るの。だから本当は好きなんだよ。だけど、今ね、好きっていうことがかっこ悪いっていうね、なんかね、こじらせた発想なんだよね。好きっていうことはダサいみたいな、歪んだ愛情なんだよね。好きなものは好きって言える社会の方がよっぽどまともだと思うけどね。うん。パワーで言うとそうだね。好きと嫌いっていうのは関心っていう部類なの。で、無関心。だから実は好きと嫌いはすごく似てる感情なんだよね。でも、それを肯定的に捉えちゃいけなくて、1嫌いは20好きだよっていうのはダメで、その攻撃されてる方の身にもなってみなよっていう。それはダメだよね。もう一度いらっしゃい。とにかく好き同士で集まってるコミュニティを壊す権利はないよね。嫌いな人には。はい、ワダツ、クロちゃんいらっしゃい。慣れ合っていいんだよっていう。
よかった、ふわっちがなくなったもんな。ニコ生勢に見つかってなかったからのふわっちはオアシスだったよ、本当に。すっげえいいサイトだったの。ニコ生見てた人が見てないし、ニコ生が嫌いでみんな移動してたのに、よっさんワンワンとかニコ生勢がガーって入ってきたから、一気に悪くなった。ふわっちは。ただのニコ生みたいだもんね。すげえ良くないよね。ニコ生と同じ道をたどるのか。イケスが荒れた。すごいいいサイト、天国みたいなサイトだったよ、本当に。話ができるし、荒らされないし、みんな和気あいあいとしてたし、すげえよかったね。天国みたいだったもん、配信者からすると。ああ、そうだね。いや、完全にそうだよ。うん。実社会のストレスを吐き出す場所になってるの。でも違うんだよな。ネットも実社会なんだよな。分かってないよね。つまり、ストレス溜めない生き方が正解なんだよね。正解はね。っていうかね、そうそう、完全匿名だと勘違いしてるんだよね。でもね、そういうバカにはね、もうね、マイナンバーカードに紐付けすりゃいいんだよ。マイナンバーカードで。もう逮捕されりゃいいんだよ。誹謗中傷書いたら。普通に訴えられればいいんだよ。わかんないんなら。
あ、いや、俺、今からバイト行かないといけなくて。あと2時間後に、今寝たらアウティだね。このまま現場入る。病気なんだよね。寝たらアウトなんだよね。だからもう普通に働くのが向いてないんだよ、完全に。睡眠障害だから。まあ、なんとか騙し騙してやるしかないよね。まあ寝れないのはもう自分との戦いだったから、なんか今はだいぶ30代入ってほんと幸せやな。やっと見つけたって感じだもんな。ずっと悩んでて、ずっと居場所がなくて、やっと自分の居場所が見つかったっていうか、やるべきことが見つかったと思ってるかな。ここがダメになったら、何時まで？何時前だったかな？ちょっと待ってね。朝7時集合の、夜8時だったかな？ちょっと待ってね。朝7時集合のね、長いよ。8時完全撤収だね。あ、現場完全撤収だから9時だな。9時上がりだね。いや、撮影現場なんてそんなもんだよ。いや、普通の労働とはちょっと違うけどね。業界人の人が特有なのがわかる。労働とは違うんだよね、ちょっと。撮影とかスタッフやってくださいよ。スタッフ入ってください、ごましょうさん。めちゃめちゃ人手必要です。スタッフになってください、本当に。必要です、必要です。人が一人いるだけで本当に変わるから。スタッフになってください。マジで。助かります。孫の手も借りたい状態だからね。あ、猫の手か。ぜひ。多分、スタッフ一回でも入ったらね、ほんと感動すると思うよ。生で絶対見た方がいいと思う。こんなにエグいのかって思うよ。なんだこれみたいな。多分、バカにできないと思うよ。そこで、お前なんか無理だよとか、くだらないこと言えないと思う。あ、いや、いや、普通に助かるね。人の役に立ちたいっていう人が、いいんだよ、普通に。人の役に立ちたいっていう人に、ねえ、悪い人いないよ。
セカンドクリエイターっていう概念を最近提唱してて、クリエイターになりたいけど、クリエイトできないんだったら、クリエイターの手伝いすればいい。メインクリエイターの手伝いをすればいい。自分の作品だって言えるから。メインクリエイターのもとで手伝ってるって。みんなで作るんだ。じゃあ、セカンドクリエイター目指せばいい。フォロワーがいないと回らない仕事もたくさんあるから。セカンドクリエイターになればいい、俺の。自分でできるって思ったタイミングで自分がメインクリエイターになればいい。うん。ぜひ LINE ください、ごましおさん。ぜひ。一緒に作りましょう。うん。一緒に作ろう。一生残るよ。いいものができたらね。人に大事にされる映画ができたら一生語り継がれるよ。俺らが死んでも100年後の誰かを笑わせることができるかもよ。おい、登録しとくね。ごましおさん、ちなみにどの辺住み？地方とかだったらあれだから、どの辺住みなのかな？船橋か？微妙だな、また。また微妙な遠距離感だな。新宿までちょい遠いな。一本だけど、ちょっと微妙だな。まあ、なるべく参加して。遠いな。微妙な遠さだな。いけるっちゃいけるけど。微妙だね。まあ、来れるとき来てもらえれば、全然。うん、そうだよね。いけるっちゃいけるけど。まあでも、まあまあまあ。まあまあ、無理な距離ではないからね。ミーティングから関わってたら多分もう自分の映画だっていうぐらい思い込みあると思うよ。いや、普通にあれでしょ？地方の人が少ないのは人口分布の問題でしょ？単純に。地方の人いっぱいいるよ。
遠さあ大丈夫だね。じゃああれじゃん、映画やりたかったんじゃん。まさに映画やりたかった人なんじゃん。なんでやめちゃったの？本当は映画やりたい人じゃん。俺と一緒じゃん。遊び人ばっかりだからな、業界の人な。みんな遊び人だからな。びっくりするくらい遊び人だからな。
やべえ、眠くなってきた。自分のことをダメだって言うやつはダメだよ。自分にできることをやればいい。ポンコツでもいいから、自分のやるべきことをやってるやつはいいやつだよ。俺は能力がどうとかじゃなくて、こう頑張ってる人が好きだ。絶対起きれないよね、今寝たら。和道恵美って何かがあるか。バイオハザード、どこで買ったんだっけな、これ。
いや、眠気とは戦ってないけど、なんかこう、なんかこう、もう、解き放たれたいかな、いろんなものから。ああ、神様意地悪だよ。神様意地悪だよ。今、庵野さんの、ファンまとめツイッター見てたよ。やっぱり天才だな、この人。庵野秀明。天才。でもね、俺はね、うまくいくと思うんだよな。おこがましいかもしんないけど、うまくいくと思うんだよね。エヴァ大好きだよ。エヴァ大好き。やっぱりさっき新劇場版見てたんだけど、やっぱ違うんだよね。天才、本当に。新劇場版はやっぱね、あんな作品じゃないんだよね。なんだっけ、鶴巻だっけ、鶴巻さんだっけ、監督。明らかにその庵野さんも名前がしてるだけなんだよね。鶴巻作品だよね、あれは。あーね。あ、そっか、中2か、俺が小6ぐらいだったかな。びっくりしたよね、放映当時。これアニメかっていう感動があったんだよね。これアニメなのかなっていう。確実に、なんか自分が、その庵野さんの DNA を引き継げてたらいいなぁと思うけど。これだけ庵野さん語ってて、庵野さんの DNA 引き継げてなかったら、クソだかんね。全く違うよね。はい。新ウルトラマン作ってほしいんだよね、庵野さん。新エヴァンゲリオンなんかどうでもいいから、新ウルトラマン作ってほしい。はっきり言ってもうエヴァには期待してないね。あんなのエヴァンゲリオンでもなんでもねえかんな。エアーと真心を君に見たらすげえって思うもん。これだよっていう、あんのは。まあウルトラマンやりたかった人だかんね。もともと。ウルトラマン作れないからエヴァ作った人だから。ここへ来てウルトラマンかっていう。めちゃくちゃかっこいいウルトラマンになると思うよ。おぞましいウルトラマンというか。スペシウム光線とかえぐいんだろうね。もうこの辺とか、クイクイ、クシュ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 クみたいな。ブチュ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 みたいなさ。キュイーン、ドゥー、なんだこれみたいな。なんか、ゴジラの、あの発想はなかったもんね。こう上がって、こう割れて、あれすごかったわ。こう、かばーっつって。さすが破壊の庵野だよね。あのシーンだけすごいよね。
いいよ。え、ブラックサンダー抹茶小豆出たの？すげえうまそう。これはいいね。ね、ブラックサンダー抹茶好き。6時には放送を切って風呂入って出るか。6時15分にしよう。6時15分に放送切って家出て。おはようマリルボン。おはよう。うん、今から現場。うん、よろしく、ごましょうさん。エヴァンゲリオンの良さってやっぱ壊れてく様を描いたっていうのがすごいかっこいいんだよな。完全にぶっ壊れてたもんな。あれってアウトサイダーアートだ。民放でやっちゃいけないレベルだと思うもん。確実にアンの精神疾患持ってるだろうって今考えたの。なんか真っ裸で世界と戦ってる感じがしてかっこいいんだ。
なんか当時の声優さんたちのインタビューとかもえぐいもんね。あの主人公のさ、尾形さんってあの真珠くんが、ま、エアーの最後と真心を君の頭でうわーっていうシーンがあるの。アスカが死んでうわーっ叫ぶ、あ違う、八島作戦だ。八島作戦の撃たれるシーンあるじゃん、うわーっていうシーンあるじゃん。あれの次の日声出なくなっちゃったので、何回もテイク取り直して、もっと感情込めてとか、もっと本当に焼かれるようにずっと指示出されて、で OK テイクがあれなんだけど、次の日声出なくなっちゃって、病院行ったら、あのアバが10個ありがとう、病院行ったら重度の炎症だって。本当に焼けちゃったの、イメージしすぎて。何があったんですかって、声帯焼けてますよ胸のあたりまでって。一週間声出したのね。すごいよね、シンクロ率高すぎるでしょっていう。そこまでやらせないよね普通。あれは本当に打たれて本当の発狂してる声を再現してる、脳がイメージして火傷を起こすぐらい。声優の鏡だよね。兄貴あと、エヴァンゲリオン悲しいのは無駄が減ったんだよね。あの、信号とかさ、あの、そういう無駄が減ったのが、任侠ヘルパーさんいらっしゃい。プロフィールよく読んどいてください。無駄なものがすげえかっこよかったのに。任侠ヘルパーさん、あの、プロフィール欄よく読んどいてください。無駄を省いちゃダメっていうかね、そこじゃないっていう部分に力が入ってて、そこじゃないっていうところだけがすごくなっちゃってんだよな。な、明らかに庵野が作ってないっていうのが見る人が見たらわかるんだよね。
庵野さんの最高傑作だからね。なぜもう一回作る必要があったのかっていう。おめでとうはね、10週ぐらいしてこっちの方がいいじゃんってなったね。もう本当に前は40週ぐらいしてるんだけど、あのね、感動したのが、エアーと真心を君にと、世界の中心で愛を叫んだ獣と終わる世界の2つを実系列順に見比べてみたの。鳥肌だった。気づいたの。エアーと真心を君にが完成品だと思ってたけど、時系列ビタビタに合って、要はコンテ上タイムライン通りになってるの、すげえと思った。要は精神世界と あの現実世界を描いてるんだと思って、あれは半端ねえなと思ったね。えぐいと思った。あれは感動したな。すごいよね。すげえよな。いや、コンテ通りになってるんだよ。だから予算の関係でやらなかったんだよね。予算とその納期の関係で、表現できる範囲でやってんだよね。あれはえぐい。すげえよな。人気なんかなかったよ。 3% とか 1% 2% とかまで落ちてったかんね。誰も知らなかった。あれを体験できたもよかったね。人気ピークじゃなくて、人気がない頃から現場で見てて広めていった感じ。言えば面白い、言えば面白いよって。オタクアニメだろ、見ねえよ、萌えだろ、見ねえよ、見たやつのなんだこれってやべえなって。あれをもう DVD で布教活動しまくったから、でしょう、すごいでしょうっていう。
もう人権完全に得ちゃったかんね。あれは震えたよな。俺2話から見たんだけど、今でも覚えてるよ。母親アニメ大っ嫌いの、漫画一冊も読まないの。いや、オタク文化大っ嫌いの母親が、すごいなんか変なアニメ見つけたって言って、なんか私アニメのことわかんないけど、あれアニメじゃないとか言い始めて、なんか引き込まれたから2話見てほしいって言って、2話から見たら、なんだこれ、なんだこれ意味わかんねえと思って。そっから全部見てるね。1話2話力入れすぎだよね。あと最後の戦い。一番好きな回だね、最後の戦い。ああいうその子供がこうすげえって思うようなものを今の子供に見せてあげたいっていうか、あのワクワクを映画で表現したい。なんだこれっていう。ありがとう。ないよ。
でもさ、エヴァンゲリオンってさ、本当の意図って伝わってないんだよね。あの、冬月が本当のお父さんで、あの、ゲンドウは自分の息子なのかっていうのを疑ってる話っていうのをさ、理解してる人がどこまでいるのかっていう。そう、アニメの中でゆっくり伝えてるんだけど、大人ならわかるでしょって伝えてるんだけど、未だにそこを理解できてない人がいるっていうのは、なんかびっくりしない。あの、親子の、なんだろう、その、葛藤の物語なんだけど、なかなかそこを理解されてない。だから、その、意味が伝わってないっていうか、言動はただ嫌な親父だけになってて、その、冬月がなぜ部下なのかとかさ、ちょっと考えればわかるな。あと、親子の対話のシーンがなぜか冬月が出てきたりとか、ちゃんとずっと書いてるのに、わかんない人はわかんないんだろうね。あれにびっくりするよね。あそこまで書いてわかんねえんだ。僕はお父さんですとか言わん、セリフに入ってないとわかんねえんだな、バカって思うよ。だ、極端にどうでもいいことを説明しまくって、説明しなければいけないことを極端に省くとこういう作品になるんだっていう。すごい面白い、面白いよね。隠すっていうことで物語を複雑にするっていう。実はすごいシンプルな構造なんだけど、物語としては。そうそう。あと、シンジ君が大人になったら、ゲンドウと冬月どっちの輪郭になるかとかさ、年を取ったら冬月の顔になるっていうことをちゃんと描いてるし、映画版でもさ、その、愛してる人が目の前に現れるっていう描写をちゃんと描いてるわけじゃん。そうじゃない人は、綾波レイが迎えに来るけど、愛してる人が最後迎えに来るっていう描写で、お前も会えたのか、ゆいくんつって、ちゃんと書いてるのに、それを理解できないんだっていう。すごいよね。そこまで、うん、前、ワドくんが納得いかない算数、分数の割り算だね。分数の割り算で、で、頭のいい人が教えてくれたんだけど、あの、分数の割り算納得できないって言ってる、ワドが正しいって言ってて、なんだっけな、分数って二つの概念が入ってんの。小学校で教わる分数って。なんだっけな。分数の割り算ね、分数含まれているっていう意味合いと、それを単純に分けるっていう意味合いの二つの概念が入ってるから、日本語で直すと複雑化する、要は矛盾が生じるっていうのは、和道くん発想正しいよっていう。なんて言うんだっけな、なんとか、なんだっけな、分数の割り算なんだけど、あの、数学ちゃんと分かってる人が教えてくれたよ。分数、難しい。ちょっと待ってね。分数の割り算が子供の頃から納得できないって言ってたんだよ。なんとか分、なんて言うんだっけな、二つの概念が含まれちゃってんだよね、分数には。なんだっけな、分数種類で出てくるかな。多分ね、要はね、教えたものをそのまま、要は問題意識の持ってない人は分かりやすいんだけど、分数の種類じゃなくて、ちょっと待ってね。分数なんだったっけな。あの、
要は俺にはね、何回やっても納得できないの。そのサイト見てやっと分かったんだよね。彷彿城だっけな、彷彿城だっけ、なんかサイトで見たんだけど、大学で教わるレベルらしいんだよね。彷彿城だっけな、なんだっけ、彷彿、いや、分数の割り算だよ。分数同士の、要は、分数の割り算だよ。分数、割り算だったっけな。なんだっけ。いや、サイトでも出てこないんだよね。ちょっとコアな解説が必要なんだよね。なんだっけ、誰かわかる人いないかな。分数、彷彿城。なんだっけ、用語が出てこないな。解説。分数割り算解説だ。まあね、解き方の問題じゃなくて、概念がわからないっていう問題だったの。だから、解き方は教えてくれるけど、なぜそういう考え、要はね、分数の割り算は現実に存在しないっていうことを俺は言ってたの。ちょっと待ってね。分数を分数で割るっていう解き方はわかるんだけど、それを絵で浮かべられないって、世の中に存在しないって。あとね、これもね、小学生の時に言って何言ってるか分かんないって言われたんだけど、これはすごくシンプルで、マイナスは存在するけど、世の中に、ゼロって世の中に存在しないんだよ。マイナスは存在するの。だからゼロを発見したやつってすごい天才だっていうことを言ったの。ゼロってないんだよ。ないからゼロなんだけど。だからないをある状態にしてるってものすごい発想なんだよね。いや、要はひっくり返すっていう、ああね、違うんだよ。いや、だからね、この話するとね、2時間も3時間もかかるから嫌なんだよね。何言ってるかわかんないって、その頭の中の言ってることが伝わらないっていうか、俺の疑問が伝わらないこと子供の頃から多くて、そうな、新分数、仮分数じゃなくて、対分数じゃなくて、何だったっけな。分数の性質。いや、だからもうこんなことになるんだよ。ウィキペディアとか見るとわかるけど、もう数式だらけになるんだよ。だ、分数自体がすごい複雑なのね。何だったっけな、一般的分数概念。あ、これだ。え、有理数、分、え、しゃあな。なんだってたっけな。これかな？いや、ま、あのね、分数のウィキペディア見てみると頭混乱するから、マイケルさん、分数のウィキペディア見るといいよ。だから、なぜ1は1なのかっていう話みたいな話だから。ケーキで例えた。例えば、1割る5は1個のケーキを5個に分けるじゃん。わかる？5分の1割る5、これは5分の1個のケーキを5で割るじゃん。わかるじゃん。25分の1じゃん。5分の1割る2分の3。はぁってなるでしょ。いや、解き方はわかるよ。はぁでしょ。5分の1割る2分、あ、違う、5分の1割る3分の2。はぁでしょ。で、これを言っても、バカだって言われたの。そう。
未だに納得できないかんな。なんか納得できたんだけど、なんかね、すごい難しい概念なんだよ。その、含まれているっていう割り算の意味、分のなんていう含まれてますよって意味と、分けるって意味は二つの用語があって。で、それが二つで一個の式でできるから、だから混乱する。要はアスペだから混乱してるんだよ。要は、その、解き方は分かっても、絵で見えないんだよ。なんだっけ、祖祖が教えてくれたんだけど、それでも納得いかないんだよね。日本語にするとぐちゃぐちゃになるんだよね。いや、難しい、やっぱ。ケーキで例えるとき割り切れないんじゃなくて意味がわからないっていう。アスペルガーの特徴だよね。だから俺もう一つあって、よく授業を止める子供だったんだけど、先生が良かったから大丈夫だったんだけど、時間があと15分か。A 君は時速何キロで自転車に、歩いて行きました。 B 君は時速何キロで自転車で追いかけました。 B 君と A 君がっていう問題よくあるじゃん、小学生なら。その時に僕は先生に、はい先生質問です、なんでね、なんでね、時間って 0. 何秒って十進法カウントできるじゃん、なのに24時間だったりとか60分とか60進法で意味がわからないんですけどって言って授業が止まったの。時間について詳しく判断できない限りこの答えは出せませんって言ったのね。これ本気で言ったのよ。意味わかる？0.1秒、0.9秒、十進法じゃん。なんで小数点から十進法になって1秒の間は60進法で進んで、で、時間の概念になると24進法なのかと。意味がわからないじゃん。言われてみればそうでしょ？ 10 秒未満は意味がわからないじゃん。どういうこと？みたいな。もうこれ完全に欠陥商品でしょ？みたいなことを言ったの。簡単に言ったらクレーム出したんだよ。日本語っていうか、これ数学の概念なんだけど。え、でもそう思わなかった？で、なんだこいつみたいになって、同級生から。いや、解けますよって。一番早く、このクラスの中で一番早く解けますって。もう答え出てますと。そうじゃなくてって。そうじゃなくて、こんな曖昧な、なんだかわからないものに答えがあって、僕が納得できない時間の概念で先生は正解を出すんですか？不正解を出すんですかって言って。で、その時に先生が超いい先生で、みんなで考えようって言ったの。で、算数の時間で丸々潰れたで、結論、俺らクラス40人の中でその先生の授業で結論、誰もわからないっていう結論だった。でも俺は救われたんだよね、その先生に。今考えると、その時にバカとかカスとか帰れとかうるさいとか言われないで、先生はみんなで一緒に考えようって言って本気でディベートしちゃったの。みんなで全部の授業他潰して、で、結論、我々は時間を分かってないが、とりあえず誰かが作った正解は出せるようになったねっていう。そう、すごい恩師。その先生は小学2年生の時にね、なんだっけ、三者面談の時に本気で言ってくれた。今でも覚えてる。この子はアメリカに連れて行けって、日本じゃ潰れるからって本気で言ってくれた。お母さんで、この子はアメリカに連れて行ってくれって、確実に日本で潰されるって、この子はアメリカに連れて行くことによってこの子の何かが変わるからって、すっごいもう1時間ぐらい言ってくれて、そう、この子は日本に合わないって、でもこの子はアメリカに行ったら絶対何か変わるはずなんだってずーっと言って、母親ポカーンだったよね。
今でも覚えてるよ。本気で言ってくれた。恩師だよ俺の。お金に余裕があるな、ぜひこの子を。日本じゃダメなんだ、この子は潰されるんだって。あともう一人恩師がいるんだよね。もう一人。自分が天才だなと思ったことは2回ある。その先生の授業でもそうなんだけど、いまだに意味がわからないんだけど、電線あるじゃん。電池をつけて、電球をつける回路を作る。わかる？ここまで。で、スイッチオンオフをつける。ここまでわかんじゃん。電気プラスマイナスに電気つけて、電球光るじゃん。で、そこにスイッチをかませると、電気がつくと、電気が消えるじゃん。オンオフ。ほぼ誰でもわかるでしょ。で、俺ともう一人すげえやついたの。もう一人なんか頭おかしいやついて、そいつとタッグを組んで、もうこんなの答えわかってるから遊ぼうぜって言って、1時間遊んだの。回線みたいなのぐちゃぐちゃに組んだの。線で。未だに意味がわかんないんだけど、あれってなって、スイッチを切るとなぜか電池がつくの。未だに意味わかんないの。で、スイッチをオンにすると、電気が消えるの。意味がわからないじゃん。俺も未だになんでそうなったかもわかんないし、とにかく友達と遊びまくったの。こう組んでみよう、こう組んでみよう、みたいな。で、あれって、この回路こうで、あれ、断線してるよねみたいな。なんで電気ついてんだみたいになったら、これ、未だに覚えてるけど、その先生が、お前何やってんだ、またいたずらしてんだろうみたいな。また変なことやってんだろうって言われて、あれみたいな。で、震えてんの、先生も。なんだこれみたいな。どういうことみたいになってんの。なんだったんだっけな、なんかコイル巻いたり、鉛筆でコイル作ったり、なんかいろいろやったんだよね。ぐっちゃぐちゃに配線組んだら、俺らもね、なんでこれみたいになって。で、先生が大切そうに持って、これを学会に発表するみたいなことを言ってんの。そしたら次の授業で教頭先生も来て、その科学に詳しかったのかな、なんかで、なんか大騒ぎになり始める。なんかちょっと大人がざわついてんの。なんかざわざわみたいになってんので、俺らポカーンで、で結局なんかその後1週間か2週間経って先生に呼ばれて言われたのが、なんかあれはアイディアでもう誰かが特許かなんか、なんか発見した理屈だったからごめんって謝られたんだよ。あれ未だに分かんないんだよな。電線と線と配線と電池と電球とスイッチしか作ってないので、スイッチを 2,3 個使ったんだよね。で、なんかもう発見されてる理屈らしくて、なんか別にもう科学的には解明し終わってるようなことで、あれはでもなんか当時よく意味わかんなかったけど、今考えると意味は余計意味わかんねえなと思う。なんなんだろう、あれ遊んでただけだったんだけど、あれ何だったんだろう。でもあり、なんかよくわかんねえよな。そういうのあんのかな。電球、スイッチ、切るとつく。切るとつく。あ、あるわ。あるわ。三路四灯スイッチ。ちょっと待って。
三路スイッチって言うんだ。三路スイッチの仕組み。あ、なんかあるっぽいな。なんかあるっぽいね。あ、こんなんこんなんこんなん。三路スイッチ、四路スイッチって書いてある。あるんだね。うん。そう。あるんだ。三路スイッチじゃなくて四路スイッチ。そう、なんかね、スイッチをいっぱい作りまくったらわけわかんなくなったんだよね。これだ、これだ、四路スイッチだ。これだ。三路スイッチじゃない。四路スイッチだ。不思議だよね。四路スイッチっていうのを考えてたんだ。考えたんじゃなくて遊んで作っちゃっただけなんだけど、面白いね。四路スイッチ検索してみよう。これか。まあでもさ、その四路スイッチって言うんだね。あの当時はネットとかなかったから調べられないんだろうね。うん。問い合わせたんだろうね、多分先生はね。どっちもオンでどっちもオフ。あ、よくわかんねえわ。違う、三路じゃないね。三路の方じゃないね。あとね、色の話はよくしてた。これ仏教でも答え合わせが終わったんだけど、これね、何度言ってもね、言語スリットの話なんだけど、今では完全に解明できるんだけど、これ言語の問題なんだっていう。要は、これ、みんなも参加して聞いてほしいんだけど、この色何？みんな書いて。この色何？この色。例えばね、この色みんな何色ですか？これ、黒。みんな書いて、来てる、参加できる人。ブラック。黒でもブラックでもいいや。で、俺が、共通認識だっていうことを言いたいんだけど、俺も黒とかブラックなのよ。ここまでは OK でしょ。OK。で、でもお母さんねって。これ俺子供だよ。幼稚園生の頃だよ。お母さん。お母さんが見てる黒と俺が見てる黒は絶対別なはずなんだって言ったの。で、お母さんポカーンってなったの。で、また始まったみたいになったの。で、何を言ったかっていうと、俺の目は茶色だと。で、お母さんの目はもっと薄い茶色でしょって。お父さんは黒。外国人はブルーとか緑。で、脳みそも違う。目も違う。ね、何もかも違う。でも、見えてるのは違うんだって言うと、もう意味わかんないでしょ。
で、これ仏教の色覚って言うんだけど、言語の問題なんだけど、マリル・ボーンはこの黒を赤く見えてるとする。ここまで OK。 マリル・ボーンとゴマシオさんは俺が黒だって言ってんの、俺にとっての赤で見てんのっていう想像をして、でその時に生まれた時に赤に見えてるのに、赤く見えてるのに黒だって教えられんの。面白いでしょ。黒いものを指さして黒だ黒だって教える。本当は赤なのに、俺で言うとこの赤なのに。これが言語スリット。面白いでしょ。これを、そう、つまり言語の不完全なとこと、ここなの。別の世界、別の音、別のものが見えてるのに。だって4種類の色が見えてる人も世の中にはいんのよ。俺らが見えない色を見えてんのでしょ。だけど名前をつけられる。本当は違う色を見てるのに名前をつけちゃう恐ろしさってそこなんだよ。言ってる意味わかる？っていうのを母親に言ったら、気違いだって言われた。黒は黒だって言われた。音に関しても光に関しても全部そうね。世界は実は、あの、人の数だけ、生命の数だけ見え方が違う。マリル・ボーン、分かった。名前をつけることの怖さっていう。分かった。これをね、何度説明しても分かってくれる人と分かってくれない、それすごいねっていう人と。だから、その、何言ってんだこいつっていう二つに分かれる。で、これで大体分かる。それ面白いねって言ってくれる人は友達になれるやつなんだ。で、こいつまたバカのこと言ってるっていうやつは友達になれないやつ。頭は正直言うとそんなに悪い方ではないと思うの。そんなに、正直言うとそんなに悪い方じゃないと思うの。ただね、勉強だけはできなかった。あのね、歴史好きになったの、要は記号を覚えさせるでしょ。何がなぜ起こった、どう起こったとかを勉強する、すごく面白いと思うの。だけど何年に何が起こったっていう暗記をさせられても何の役にも立たないと思ってたから、役に立たないとか面白くないもの頭に入らないんだよね。何年が何年起こったって何の意味があんのこれみたいな、それを答えられたから何なのみたいな、でなぜこれを覚えさせるのか、意味を解かないでしょ、頭に入らないよね。何言ってんだこいつだよね。おはよう直さん。だからダメだったね、勉強は。英語は完全に能力欠陥。ただ留学して思ったのが、交換留学に行った時に会話ができたっていう。英語一切喋れないのに。俺だからアメリカ行っても普通に生活する自信がある、ね。要はさ、アスペルガーだから日本語の文体すらも危ういのに、英語なんか覚えられるわけないよね。俺は数学ね、あの、90点以下取ったことない。勉強してないのに、塾も通ってないのに、数学だけはすぐ解けんのよ。算数だよね、数学っていうか。あと暗記がめちゃ、暗記ってっていうか、数式パッて見てパッて答え出せんの、暗算で。未だに早いと思うよ、結構暗算は。ああもう完全な、なんだろう、アスペ脳なんだよね。ああもう時間か、どうしよう。お風呂入らないと、お風呂入って
あれだ、現場行かないと。もう理数能だね。あー、なんか楽しくなってきたのにな。もっと話したいな、みんなと。ごめんね。せっかく温まってきたのにね。記憶系の分野得意だったんだけど、数式が絡む途端覚えられない。ああ。不思議だよね。興味が湧かないと急に覚えられなくなって、興味が湧くと何でも覚えられる。そんなもんだよ。遠いところじゃないね。都内都内。みんなとおしゃべりしたかったなぁ、もっと。ちょっと、じゃあ僕お風呂入って、仕事行ってきます。いや、会うじゃん。スタッフなってよ。絶対なってよ。一緒に作ろうね。じゃあみんなありがとうね。面白かった人は、フォローしてください。お疲れ様でした。